ロープ。はい、ゆっくりね。はい。ボート体験とクルーズ体験申し込まれているので、はい、必ずボートに乗ってから、はい、ボート体験終わったらカヌー体験に行ってくださいね。はい。はい。ボイラー入れてますので、もしよかったらシャワーも使えますので帰り。あは。はい。あそうか。お着替え。あとカヌーは濡れるので、はい、はい、必ずボートに乗ってくださいね。さっきボートに、はい、ボートもうそのまま向こう行ったらいいんですか。9時から安全祈願しますので、はい、安全祈願終わって9時半から乗れます。はい、お願いします。はい、すごい萌えやね。おお、あ、そうですか。昨日も釣りはかかっとったけど、ここまで釣りまあ、すぐ晴れるんやろね。あ、晴れます。あ、あそこですか、場所は。そうです。さっきボートやい、はい、カヌー乗るとちょっと揺れる。あ、そういうことね。これ初めてですか。あ、これですか。初漕ぎですか。ああ、いやいや、あのこういうの催されるの。いや、そんなことない。あ、そう、はい、コロナ前です。ああ、体験できるんです。はい、あ、そうですか。へえ。いや、また新しく C がやりだしたんかな、まあ、C じゃないんやね。まあまあ C の施設ですけど。うん、はい、やってる主体は違う。主体は、まあ、今日は想定センターの主催。ああ、そうなんです。ほな、想定センターの職員の方々が教えてくれるんです。カヌーはまた別の専門の人が教えてくれる。ああ、で、お宅様は。僕、ここのセンター長です。ああ、失礼しました。三宅と申します。あの、年末にアドラー、はいはい、はい、あれを、あの、ね、家内がね、大好きでね。あ、そうですか。だから今年で何回目かな。3回、はい、うん、3回か4回か参加させていただいてます。あ、そうですか。センター長、偉い人やね。いい、ごめんなさい。あのもちょっと4年ぶりで。あ、そうなの。もうコロナになっててやってないので、お、今年はちょっと、もう、3年ぶりじゃない、4年になるんかね。もう、2020年、19年はね、はい、ここ大規模修繕やって、それできへん。あ、でそれからもうコロナになる。ああ、そうですか。まあ、今年はちょっとひっそりとやるから、今までちょっとね、餅つきやったり、ぜんざいとか汁とか振る舞いよったんですよ。おお、そういうのもね、やりにくい状況なんで。ああ、食べるのはね、食べることがね。まあ、ちょっと、はい、まあ、ちょっと温かいものだけ。ああ、お出しして。ああ、ありがたいですよ。なんか祈願、あの、はい、9時から安全祈願、あの神主さん来て、あそこでやります。ああ、ちょすみません、お名前なって。新井です。新井さん。はい。は、よろしくお願いします。はい、お世話になります。はい、こんな景色。ねえ、本当に。ここの市の職員。市の職員じゃないです。あの、あれかな。委託を受けてる。そうですね。振興不動産、はい、ね。今も、過去の施設も、そんなに、どういうか。そうですね、過去側の施設も、もう大体指定管理になってます。指定管理になってもね、はい、漕ぎながらは取れないです。本当やね、うん、それはちょっとね。私でもできないから。また言いますよ。はい、はい、お願いします。はい、わかりました。はい、うん、私みたいな初体験が、うわ、もう来られると思いますけど、はい、あ、
今日はなんかこの後安全祈願があるとか言って、そうそう、今日初こぎ、あ、年始の初こぎがあって、あ、それで皆さん、ほな、そうそうそう、メンバーの方も集まっとってんよね。そう、メンバーの方も、あ、で俺みたいな初体験のやつも来てはる、ね、まあ希望者は来られると思う、うん、うんうん、そうそうそう、へえ、クラブが違うんですよ、この空のクラブと、これまだ違うところです。あ、僕とか R ローイングクラブで、あと神戸、私神戸なんですよ、はい、ローイングクラブ、ローイングクラブ神戸、恒例の78、あ、79にあったんですけど、うん、やってみたら、やりたいでしょ、うん、あ、それが一番ですよ、そうそうそう、体力的に持つんかな、まあ大丈夫、それなりに、あ、そうです、そうそう、それなりにやられたら、あ、まあ、まさかあのオリンピック目指してるのそれじゃないでしょじゃないでしょじゃない、一応それ聞いとかないとそんな人おるんですか、いや、いないですわかりました、面白い了解しました。ただまた言いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。木村さんも長い。こいでですか。うん。十四年。ええー。そのまま。はい。これもうええとして。いやいやいや。はい。面白い。あ、楽しいです。何が楽しい。こいでたら何も考えずに来るのが楽しい、はい、はい、汗ブルブルな、あ、はい、一生懸命こいだらはい、一生懸命こいだらそうなります、ほな、ええ加減にこいどったらそんなに、あ、そうですね、かかない、そうですね、力が入ってこいでるかどうかというのはそこで出てくると思います、もう、はい、14年14年、うん、14年か14年、何がきっかけ、あ、誘われました。私、山の中の子なんで、あのボートなんか見たこともなかったんで、あのちょっと人を入れて誘われて、うん、何飲むんですか、今日の船は、一人コックスってダオを切る人と、あ、こういうこれ、はいはい、あの一人コックスでダオを切る人と、1本、2本、3本、4本ってオールライン、はい、4人で、この人は何する人、ダウン切る人、ダ、あ、操縦、あ、操縦する人、そうそうそう、はい、あの船の方向をこうダウン引いて、はい、座って、で号令して、みんなでこぐぞって言って用意とって言ったら、その掛け声で、だからキャッあの漕ぐタイミング、終わるタイミングを合わせて出入れる方、みんながバラバラやったら全然あかんらしい、そう、船は進めません、だから一人進まない、ちょっとぐらいは進む、ちょっとぐらい進むけど綺麗に進まないだからこれあのスピードを競う船なんで、はいはい、やっぱりこの一等になるためにみんな漕いでるんで、はい、はい、だからコックスがいて、ダウン、2段、3段、成長という、この子は3人おりますけど、月経ならの方いらっしゃらないですか、はい、そういう競技なので、これが今日乗る船 で、はい、でもっと大きいやつは大きいやつ、8人でこいで、9人目がダウコグっていう8とかもあるんですけど、今日はこのフォー、はい、あのナックルフォア、ナックルフォアっていう、どういう意味なんですか、ナックルっていうなんです、この、はい、ナックル4人でなんですけど、はい、顔はぐらいしかないよね、そうですね、魚崎と、あ、魚崎にある、はい、で、あの篠崎の丸山川と、おう、そうですね、ハット神戸にもでき大会でできるところがあります、おう、どうぞどうぞ行ってください、はい、今日楽しみにしてます、新年明けましておめでとうございます。それではですね、ただいまより
五年肉の子とうさぎの年のですね、新春祈願並びに安全祈願を紹介をいたします。はい、ここね、はい、はい、ありがとうございます。どんなもんか、はい、の方が、はい、の方がいいかと思います、ね。はい、ありがとうございます。いろいろご配慮いただいて、ちょっと濡れてますけど、はい、ボートはこういうのは気にしておったらダメなんで、はい、自分で拭くなりして、もうそのままで行きます。すみません。すみません。初の競艇体験、ボート体験、その位置ではコックスの後ろに乗せていただいて動画を撮らせていただきました。その2では実際に私が漕いでみます。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日が皆様にとって良い日でありますように。